ここに駆け置く竜の次第は井上は紀元雲流の力作にして、西武鉄道との架け橋になり、出かける人を笑顔にと願い、向く神社秋の大祭を祝して、流星と共に躍進する西武鉄道の舞を、秩父連山を見下ろすがごとく解き放つ流星は、西武鉄道の願いを乗せて、白煙をなびかせ、秋空香る芦田山に舞い踊る、天空は飛龍の庭のごとく王流に身を変えて、西武鉄道の舞よ、ここに表す西武鉄道は紀元群流とともに五穀豊穣と世界の平和を祝して、東照向く神社へ頑張られちゃった。最初のやつがすごい地味に映るんだけど , 笑わせんなよ。おお、でもほんと綺麗にいってるね。いや大成功じゃないですか。ねえ、逃げたい。戻ってきてる、いい感じに戻ってきてるって、ねえ、ありがとうございました。また来年頑張ります。最初のやつがすごい地味に映るぜ。良かった、最初のやつ丸にしろ。大成功。一回花丸つけちゃうともう5000円から。あーブレブレにゃ。よっしゃ大成功。
りだな。いいだし。まだ綺麗。うん。おお、まだ待っている。すげえ。扇がいっぱい待っている。いい感じだよ。なんでそんな断念そうなんだよ。え、断念じゃないよ、めちゃめちゃ喜んでますが、大成功がないとね、やっぱりね、みんな大失敗したらちょっと切ない感じになっちゃうからね。こうやって大成功するから次の人にプレッシャーがかかる。そこだよね、プレッシャーがかかるっていうだけで2回連続でこうやって綺麗にいくと次プレッシャーすごいよね。